お疲れ様、スラットです。今日ですね、こちら現在来ておりますグローバル大会のね、最強デッキを紹介しようと思うんですけども、今回はコミュニティロイヤル大会って名前になってて、ちょっとねルールが、違います。今までで初かなというところで、人気投票を行ってね、人気強いカード、はい、8枚は使えないよと、言ったルールになるので、ウッドディガー、アチクイ、フェニックスと他この4枚はね使えません。なんで残りのカードでね、何が強いんだってところで、今回紹介するデッキが、こちらのね、迫撃スキャバレコカツです。でもちなみになんですけど、このデッキでね、もう化け物がね、はい、いまして、こうみんなやっぱ罰がね、2、3とかつく中で、1人だけ無敗の特技の、はい、29-0です。はい、この方がね、使ってるのがこの迫撃スキャバレコカツといったところで、今回トルネもウッドもないんですよ。そうだから、シンプルにコカツデッキがね、ちょっと強いです。はい。まあなんですけども、ウッドがないんで、デリバリー型の枯渇だったりだとか、なんかちょっと形が崩れちゃうっていうので、まあ強いんですけど、ちょっと使いづらいよといったところでの、こちらのデッキですね。はい。ということで、まあ早速ね、やっていこうかな。まああとはなんだ、圧着絵がいないだとか、まあ大きな点で言うと、トルネードがない。トルネがないってことは、単純にホグ、バルーン、ゴブリンバレル、スケバレ、そういったカードは、もうただただ強くなります。はい。でもほんと、そんぐらいっすね。なんかあんまりこういう環境ちょっとやったことがないので、自分で考えたんですけど考えつきませんでした。はい、全然でした。まあ三重子がねそのままテンプレで使えるだとか、なんかそういうのはねあるんで、おでかいマスキー、俺今マイティでさずらした、もしかしてマイティでマスキーをずらして怪物避けさせました。天才生きた。はい、ってところでたまたま残ったのはでかい、延命します。ファイブまで打ちます。いらんかなという感じでね、迫撃でゴリゴリ攻めながらのタルボム使いましたね。こスケバレ飛ばしたらちょっと苦しそうですけど、ロイフが合わされてもコスト足りないんで、3コスだけ守れるコスト貯めます。よいしょ。はい、これでロイフ来ても安心安全ですよって感じかな。さあ、というわけでバンカードがめっちゃあります。8枚なんでね。あとは、最近も最強のね、フェニックスがいないとかもあるので、フェニックスいなかったら、なんかメガゴ強えのかなみたいな思うんですけど、まあ、そんなこともない。なんか、8枚番ですからね、ちょっとこう、テンプレートじゃないデッキも、やっぱだいぶ生まれますね。はい。この大会だからこそ、このルールだからこそのデッキも生まれるし、テンプレで、ね、残ってるね、それこそザップのデッキ、ペッカ工場とかですね。はい。そういったデッキとかは、もともと強いし、形もそのまま残ってんで、間違いなく強いでしょっていうので、ちょいちょい使われてありますね。はい。っていうのがありながらの、最強はね、今のところこのデッキですよと言ったところで。相手これ、タルまで使ったんで、あれ、やなになるっけ？あ、あんまりもったいない！今の時はやめてください。はい。さあ。で、トルネもないし、あとライトニングもないのかな？だから、単純にエレジェがいないですね。はい。トルネードないエレジアもエレジアじゃないですからっていうこともあり、マイティとかもね、はい、強かったりします。よいしょ。もうちょっとなんか気持ちめんどくさいですね。延命できそうなんで、あ、延命できなかったです。はい。さあ、スキル飛ばして、新エテがちょっと痛いですね。でスケバレはね、ダメージ通るかどうかもう神頼み的なところがあるので、迫撃でしっかりねダメージを狙っていくっていうのが大事。こういうことですね。攻め箱置いて5打ってもいいんだけどな。あ、なんか美味しい。さあ、延命したいが、延命できる、やらめ使う。さあスケバレで、ここにはタルが来るでしょうと。爆破で飛んでもいいか。これ絶対きついっすよね。さあ、タルがない。なんかロケット星の方もあるんですけどね、一応まあこの大会だとやっぱ矢の飴だとかそういった呪文がね来るんで、まあマスケ最強だよ。ライトニングないんでね。ああ、一発入ってく。迫撃プラスマスケット重視があればある程度のユニットは何でも守れますね。で迫撃じゃない、スケバレのラックドロイで、はい、相手の呪文はね矢の飴ファイボタルババと。だいぶねこういうスケバレとかギャングとかには呪文があるんですけども、迫撃で攻めることによってね、相手のサイクルがどん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 ずれてね、なんとでもなりますって感じかな。
まあ、一時期無課金迫撃で有名になったデッキですね。マイティの枠がまあナイトかな。で、マスケがまあマスケだったりロケット星だったり。で、めちゃんこ流行ったんですけど、まあ、チャンピオン使えるなら使った方がいいしね。さあ、マイティ、これ、ゴーレムには、マイティも迫撃も非常に優秀です。で、トルネードありません。ライトニングがないので、ゴレってなるんで、まあそこはなんか、ヤナムザップのゴーレムだったりだとか、ちょっと違う形のね、ゴーレムが想像できるが。あ、これ爆破今入らないの、結構痛いっすね。で、ちょっと痛いっすけど、そんぐらいは許容して、しっかりね、迫撃とマスケを離して、離す必要もないのかな、ライトニングないし。はい。で、ヤナアメザップ使ったので、まあ、しっかり攻めてあげましょう。ザップ使った破裂で。さあ、こういったね。まだ相手のデッキの推測もしやすい。しやすいし、もう絶対いないカードがやっぱあるんでね。ぶっちゃけエレジャイは一回も当たってないですね。まあ、あとはなんだ。なんか、枯渇ホグあたりはやっぱウッドじゃないけどみたいなんで使ってる人はいっぱいいるんですけど。フェニックスがいないからっていうのもなんかあんまねえな。あんま思いつかないですけど、まあ、昔のテンプレデッキはだいぶ帰ってきてますね。まあホグ、ペッカ、復活、ウッドがない型のね。まあなんか変な環境にはなっているよといったところで、これが安定しますね。やっぱ逆転が絶対ないんでね。アチャクイとかもね、やっぱきついですけど、アチャクイもいないですし、フェニックスもいないし、ライトニングもないんでね。さあ、ゴリゴリいっちゃおう。これマイティ危ないかな。マイティ使ってるんで、これちょっと危ないですね。僕見るからにあの攻めすぎっていうやつなんですけど、これを守れちゃうのが、まあ、このデッキの強さ。あれファイバーでね、飛ぶんじゃない。こんなタルーとかやってますよ。さあ、マスケは優秀。いや、このなんかマスケと迫撃砲離して、すべてがバカで、うえい、マイティのバカの範囲が広い。で、ゴーレムにはまあ相性がいいんですけど、クラウンスもね、できることなら稼ぎたいので。諦めてくれ。はい、ケチ。さあ、世界上位をね取りたい。バッチューね、あのグローバル大会の普及機スタンプとかも世界100位かなに入ればもらえるんで、ぜひちょっと挑戦してね、挑戦してください。無料の報酬もあるんで、100位入るとふきふきスタンプ、こちらですね、はい、もらえますんで。そういった際にクラウン数も大事になってくるんでね。おや、マジミラー対決は全然あるっすね。さあ、吹き矢はワンパンで飛ぶ。迫撃砲が入る。一発殴れ。よしよしよし、この一発がでかい。スケバル吹き矢コウモリ、スケバルちょっと強いですね。さてはですけど、みんな気づいた、小物いっぱい。あー、これ今ないんで。ギャング間に合わんかったっすね。ギャングでも一応完封できます。はい、これマスケでも落とせます、一応。はい、さあ、小物いっぱいいるかな。ぶっちゃけギャングは盾の戦士でもいいんじゃないかとかありますけども、はい、そのギャングやっぱ枯渇を完封できるっていうね。やっぱこれずれてねえか、うまいって。ゴブリンブレル完封できるんでね、そういった部分ではギャングは優秀。これ潜りたいな、もう一枚陸出してきそうじゃない。よし、来ない。インドロはね、このスケバレでちなみにだいぶ下げれる。あとディガーもないんだ。あ、ディガーね、熱いな。こういうインドロとかコウモリにディガー来るだけで苦しいんですけど、やっぱそうなるだけでウォールブレーカーとかも使いにくいね。マジ何もできねえやんっていう。何の生き残ってんのっていう話なんですよね。うい、メガナイト。これマイティ欲しいな、正直。
マイティナイトちょっとだるいのでチケ回して、さあめちゃくちゃちょうどいいマイティがイリジーネヒ、入ってらっしゃい、潜ってらっしゃい、潜らない。さあもう相手はね、なんか自分からザップとか使って苦しくなったで、おやすみなさい。いやこのクラウン、サンクラがあったかいですね、本当に。ちょっとマジで一桁取りたい、1位取りたい、1位バッジ欲しいっすよね、やっぱり有名っすね、やっぱもちろんマルチも。ヨウヨウヨウ。さあデッキはねある程度ね絞られるし、スケバレは飛ばし毒だし、だいぶ戦いやすいと思いますね。通常時だったらやっぱトルネード、これもね墓石ビビドラってきたら、あー遅延スケラなのかなとかゴーレムなのかなってあるんですけど、トルネード入ってないんでね、攻めトルネがないってなるとそれだけでだいぶ戦いやすい。さあやりごぶチクチクしながら、逆サイエレジャイはねほぼないです。はい、これでないんでね、爆撃で攻め毒ですね。ゴーレム来てもマイティもあるし、おお、ロイジャイダンポイズンですね。ポイトンもあってポイズンもあって、まあ分かんないですよね。本気でもういっぱい投げてください、スケバレ。これでダメージ入るっすか。で来てもまあポイズンライトないんでね、マスケも強い、アチャクイがいない環境のマスキット重視はガチで最強です。いってらっしゃい、エミスレガタのじゃマスケはね本当に強いんです、本当に強いんですけど、アチャクイがめっちゃ強いからマルチだと少ないんですよ。 2.6 個ぐらいしかないボンバルーンか、アチャクイがいないんです、もう最強なんですよね。もうマスケのためのチャレンジみたいなとこありますね、これは。マイティめっちゃ活躍するとこだ、全員やってくる、出てくるユニット全部。さあドリルですりつぶしてもらって、さあタルババー、こういうのちょっと多いですね。もうガンガンいきますね、ガンガンいきます、行き過ぎやろっていうぐらい行ってもマイティとマスケで回収できるんで、俺相手きついですからね。でここもしっかり、あ待って、マスケット重視どこ行っちゃった、逆転行っちゃった。逆転行ってもまあ誤差みたいな、墓石壊してくれてちょっと優秀。さあちょっとタンの回しながら、まあ一応500機も置いてね、さあスケバレ飛ばしてマイティで、えなんでゴーレムは内側を通ってくるとね釣れないんですよね、ちょいちょい。こうなるとなんか汗が出てきます、やばい、バキ汗がやばい、一緒タイプずっとにゅい。結局マジこれライトニングだとマスケと迫撃撃たれるとかあるけどないんでね、太るでもないんでね、めちゃくちゃ気楽に戦います。はい、まあ他になんか強いデッキとかも結構ね、迫撃そのマイティホグのデリバリーとかもあったっすね。これとまあ似たような感じっすよね、スケバレをホグにして、まあなんかデリバリーも入れてクイックも入れてみたいな。やっぱマスケ迫撃っていう組み合わせがめっちゃ強いです、はい。だからまあマスケ迫撃のなんだろう、マスケラとかそういうのでも全然強そうだけどね。といったところで一旦お気毒迫撃、新エペングルグルもちょっといいのかな。サタルボン来る、いや完封できる。サタル使った後ちょっとうざいんじゃない、早く行くか、打ってもよかったけど打たなくてもいい、ね、あーそういうの嫌っすね、めっちゃ小屋だ、こやこうや、いや普通身体力の五分五や、
ギャング、うわで、ゴルナイとかいるとちょっと厄介な。ファイボー久々見たな、ここがもう。あれこういう相手にね、気がする。こりゃうん、こりゃマジマッチングすると、なんかうん、負けそうって思っちゃうっすね嫌いすぎかな、こりゃ引くと勝てるかなってちょっと不安になっちゃう。さあ、新エタイラフグのゴブガです。ただ巻いて回転遅いんでね、次でもロイフグ来たら、ああ頑張って返したい。やりゴブ優秀なんで、やりゴブに託してスケバレマジ飛ばしとくなんだよな。やばいっすよね。でちょっと防衛迫撃だいぶ寄ってますけど、はい、いやー5使ってるっすよね。さあ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 、だいぶいいんじゃないでしょうか。あれ5っても良さそうですけどね。おからのちょっと危ないんじゃないと思っても多分なんとかなりましたね。マスク最強です。で釣ってあげて、マスク最強ですね。スケバリです。で遅れてギャング出して、さあタルババが回んないんじゃないか。お兄さんギャング、そんなこと言ってもよかった。ちなみにこれ52周です。回りそうじゃね。あとちょっとやばい、回んなかったら、あれ危ねえ。さすがに回るよ。オーケー。まあギャングはもしかしたらね、縦の戦士でもいいのかもしんない。なまあ何対策ってなると難しいですけど。さあスパーキーとかもね、デッキとしてはもう残ってるんで、まあそれだけ今の環境で言うと強くないってことですよね。さあレイジー、マジでスパーキーだな。プロフィール通りのデッキが来そう。さあ止まるかな、ゴブスパレイジー。だいぶ怪しいけど、さあタルも怪しい。いやー守ります、しっかりね。防衛迫撃プラスのタルババマイティギャングあたりで頑張りたい。おい止めれるかな。ギャングで一回囲んであげたいですね、綺麗に。さあでどっかに打ってもらって、これマイティ背中向けてるけど大丈夫か。めっちゃ怖いな今の背中。ああウィザード来た。これレイジーババアとかのやつだね。ああ、マジそうだ。そこで、いやー、めっちゃいい爆破。さあ、爆破使い、ガゴを処理しつつ、襟一本あるっすね。これ、電車デッキやないかい。電車だ。ただの電車でさえ。さあ、ババア、あれ、ババアあったっけな。ガゴムレ、バックプリレイジの方だけかな。襟一本があります、ちなみに。テンプレートだと。さあ、あ、これ真ん中に出せば絶対受けれたんですけど、行き過ぎやろっていうぐらい行きます。マジ行き過ぎっす。さあこのマイティ無視したらさ、タワー折ってくんねえかな。いやガチで歩くない俺。折っちまい、折っちまい、折っちまい。右も左もよし。いややば、そんな HP 多くなかったっすから。さあこれで折れるんならもう、あとはもう緑をね、生贄にしていくだけ。さあ、緑生贄にして、まあ、真ん中寄せて、あと、迫撃砲でね、だいぶ処理もできるんでね。オーケー、これ強いよな。真ん中に寄せてしまえばね。あ、これ、クラウンス大事なんで、ちょっと、本気でちょうだい。あ、マジで欲しいんだよね。本気で欲しい。あなたとのもうクラウンの思いが違う。
本気で欲しい。よし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 、ガチで嬉しい。俺と欲しい。よし、オーケー。サンクラネマジ上位、今回目指します。はい、多分裏で20勝ぐらいで5罰ついて終わってます。さあ、というわけでこちらコミュニティロイヤル大会、皆さんもね、ぜひこちらの時やってみてください。ではお疲れ様でした。